皆さんどうもこんにちは、ヒロです。今回は絵の具の白について解説していきたいと思います。種類によってちょっとした違いや使う前に気をつけたいことがあるので早速見ていきましょう。白について基本となるものは3つあります。チタニウムホワイト PW6 ですね、シルバーホワイト PW1、 そしてジンクホワイト PW4 です。そしてこのジンクホワイトがかなり厄介で避けた方がいいです。ここから2分くらいかなりマニアックな話になるので初心者の方は少し飛ばしてもらっても構わないです。ただジンクホワイトは使ってはいけないということだけ覚えておいてください。中級者以上の方はちゃんと聞かないと一生激アザピチャピチャマル。理由はワシントンにあるスミソニア博物館が数年前に発表した研究結果で、ジンクホワイトを使った絵にクラック、ひびですね、クラックが入ったり割れたりする可能性がかなり高いと。それがこちらですね。そしてこちらがそのリサーチのレビューですね。こっちの方が圧倒的に読みやすかったのでこっちを紹介します。この実験にはウィリアムスバーグが協力していたらしいんですけど、これが2011年の時に油絵の具の中に入っていたジンクですね。そもそもいろいろな絵の具に入っています。ネイプルスイエローだったりとかターコイズにも入ってます。シルバーホワイトなんかにも多少ジンクが入っているそうです。こちらが白色の絵の具を使った実験ですね。英語と日本語で名詞がかなりごちゃごちゃになるので一旦整理します。書かれている英語は気にしないでください。左上がシルバーホワイトです、 PW1 ですね。右上がチタニウムホワイトです、 PW6 ですね。そして下の段、こちらは両方にジンクが混ざったものになっています。左下は左上のシルバーホワイトにジンクが混ざったものです。亀裂が入っていてひびが入ってますね。最後右下です、右上のチタニウムホワイトにジンクが混ざったものです。もうパックリですね、もうパックリ、こんな綺麗にいくっていうぐらい。そしてこちらは乾燥した後どのくらい柔軟性があるか、どのぐらい伸びるかですね。歪みっていうんですかね、ストレインと書いてあるので、それがこんな感じです。まずジンクホワイト単体、そしてチタニウムとジンクが混ざったもの、それらは乾燥後 1% しか伸びなかったのに対してチタニウムホワイト単体は 7% 伸びてます。ちなみにこれは絵の具を塗布した8年後の実験ですね。油絵の世界の中ではエクストリームリーヤングって書いてありますね。生まれたばっかな絵ですよ、生まれたばっかりですね、絵の世界では。そしてシルバーホワイトが 10% 伸びます。魚釣りの糸と一緒ですね、ナイロンラインなのか PE ラインなのかの違い。そして今度は色別ですね、まあ要するにジンクの量です。見にくくてすいません。カドミウムレッド、チタニウムホワイト、コバルトブルー、ローアンバーなんかはジンクが入っていないのですごくよく伸びてくれます。ローアンバーなんか 13% ぐらい伸びますね。そしてもともと色にジンクが入ってしまっているもの、ただこれかなり少量です、 25% 以下ですね。ここ解像度がちょっと悪くて字が見えないかもしれませんが、コンテインジンクオキサイドって書かれてます。こちらのネイプルスイエローとかは 2% いかないぐらいですね。そしてこちらのレビューサイトの一番最後に、油絵の具の乾燥に関しての実験というものはアクセルレート、その乾燥を加速させて実験することができないので、余計なものを入れてしまうとそれが原因で結果が変わってしまったりするので、なのでいろいろな条件を試すのにまだ何年も時間がかかると書いてありますね。そしてナチュラルピグメンツもこのリサーチに関して言及していますね。ただナチュラルピグメンツのサイトを見る限り、なんか他の会社は本当にちゃんとジンクが入ってるかどうか言ってるんですかね的なことが書いてありますね。以上のことからジンクホワイトはやめた方がいいです。そして残ったのは2つ、チタニウムとシルバーホワイトですね。まずはチタニウムホワイトから。こちらの方が安いです、そしてすごく強いですね。扱うのに少し苦労します。色に混ぜるとすぐその色が真っ白になってしまいますね。微調整が効きにくいんです。あとこれは非科学的な個人的な意見なんですけども、チタニウムの方が結構油を弾きます。グレーズとか全然できないですね。まあできますけど多少は。ただこれ誰からも共感されないです。全然チタンを弾くよなんていうことは聞いたことないんですが、私個人の経験としては結構弾くと思います。そして海外では一番一般的な白だと思いますね。ハイライトとかにも使いやすいです。そして2番目シルバーホワイトですね。ちょっと高いです。そしてチタニウムホワイトより弱いので絵の具を白くするには結構な量が必要です。しかしこれこそ白の真打ちですね。ド本命、大将、ホワイト界の最高さんです。鉛中毒を気にする方がいますが、あんまり問題ないと思います。食べなければ大丈夫です。肌から体内に入るほど粒子が小さくないと言われているので、触っても一応大丈夫です、食べなければ。まあ、手に絵の具がついたまま何かを食べたりコーヒーブレイクするのは避けた方がいいかもしれないですね。あと作業前にハンドクリームとか塗っておくと作業後の手洗いがかなり楽になります。
この2つは少しだけ色が違いますし、シルバーの方があったかい色で、チタニウムホワイトの方が冷たいですね。挙動も違うので見せていきたいと思います。これはアリザリンクリムゾンです。そこのあなたも使っているのではないでしょうか。アリザリンクリムゾン、ちなみにこれも避けた方がいい顔料です。 PR83 はダメですね。どうしてもこの色が欲しいのならパーマネントアリザリンクリムゾンかキナクリドンレッドの方が絶対おすすめです。これは赤色の顔料を喋るときに話そうと思います。そして色はちょっとカメラだと分かりにくいと思うので強さの違いを見ていただきたいです。同じ量で比べていきますね。はい、チタニウムホワイトの方がやっぱり明るいですね。被覆力も高くてすぐ不透明になります。色を食っちゃうみたいな表現する方もいますね。よく英語だとチョーキー、黒板に書くチョーク、白いチョーキーとかビカムミルキーなんていう表現をしますね。日本語だと粉っぽくなるとかそういう表現をする方がいます。チタニウムホワイトの方がその傾向が強いと思いますね。ただそれを悪いと取るかいいと取るかは本人次第だと思います。私は全然ビカムミルキーとか粉っぽくなるっていうのを別にネガティブな意味では捉えてません。そして最後にパーマネントホワイト、最近の絵の具ですね。これはこちらは結局中身はチタニウムホワイトです。ただ挙動がかなりマイルドになっています。マイルドになったチタニウムホワイト、シルバーっぽい動きのチタニウムホワイトですね。いいとこ取りみたいな感じです。最強候補ですね。まとめます。チタニウムホワイト、冷たい色です。強いです。被覆力が高い。シルバーホワイト、あったかい白ですね。強さはかなりマイルドです。堅牢性が保証された最古産です。食べるな危険っていうか、基本的に絵の具全部食うな。ダメだよ食べちゃう。シルバーに限って話じゃないですこれ。そしてパーマネントホワイト、中身はチタニウムホワイトですね。ただ挙動がかなりマイルドになっています。最後にジンクホワイト、いやないです、ないでしょ。ここまで言ったのにもかかわらず使いたいのならもうどうぞそのまま使ってください。あなたの絵にひびが入ろうと私には別に何の関係もございません。以上になります。チタニウムホワイトでもシルバーホワイトでもパーマネントホワイトでもどれでもいいと思います。一応チタニウムホワイトがおすすめと言っておきましょう。そして決めたら1年間ぐらいは同じものを使った方がいいと思います。まず自分の中に一つ軸を持った方が、その後他のものを使った時に具体的な違いですね、メリットデメリットが分かりやすいと思うので、私は最初シルバーホワイトから使い始めました。今後色についても喋っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。